こんにちは、ケンチです。山本です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。40万人達成させていただいたということで、うん、ちょっと感謝の気持ちを伝えたいと思います、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回は、うん、スペシャルゲスト、なんとあの、はい、来ていただいていますので、まずいつものいつものやつメンバーを呼びたいと思います。みーちゃん、お願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。準レギュラーです。はい、準レギュの準レギュいつ入るんだってみっちゃんがメンバーだと思ってると結構いい、ね、結構チャンネルやってたんですねって言われたもん今日もね、素敵な料理をみっちゃんに作っていただけるということなんですけども、うん、よろしくお願いします。みっちゃんの料理を食べたいと言ってくれてるすごい方が来ていただいて恐縮です、ね、いるわけなんですけども、はい、早速お呼びお願いいたします。いいですか。はい、スペシャルゲスト、はい、10人力です。違う俺なんであっちの真似しなきゃいけないんだ。なんで10人力側の真似なんだろう。まあ、ありがとうございます。よろしくお願いします。フィッシャーズシェイクです。お願いします。シェイクです。お願いします。お願いします。すごい。いやいやいや、よろしくお願いします。本当に、はい、事務所の大先輩で、大先輩、いやいやいや、大先輩が、だから僕マジでびっくりしましたもん、うん、同じ事務所もうなんかもう全然違う、もう本当に大自然の中でやられてるので、はい、事務所という言葉出てこなかったっすもん、はい、で、あ、同じなんだってなって、そこでうわ、じゃあ動画撮りたいってなりました、はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、はい、本当に結構見てくださってるみたいで、うん、ね、うん、そうですよ。だからさっき40万人って、はい、あの、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。僕でも200万回ぐらい登録してるんですけどね相当こう、あれ、そんなにアカウント作ってない。僕だけでそのぐらいいってんじゃないかなそのぐらい見てるんですけどね。嬉しいですね。そう、いや、逆にだから、いや、40万人のあのチャンネルじゃないっすよ。もうもっと上のクオリティだったりもそうなんですけど、恐縮です。もう動画が素晴らしいですよ、本当に。嬉しいですね。まあ酒ばっか飲んでるだけなんですけど、ね、だからいい。ありがとうございます。だからいいっす。気持ち、あの、そんなシルクさんに、はい、ちょっと根本君から贈呈したいものがありますので。お、はい、贈呈を。贈呈、はい、贈呈式。僕らが作ってるキャンプブランド、はい、ヒルズフィールドが、はい、はい、あの、本日はあのお酒マングラス。おー、出たー。これでかありがとうございます。嬉しい。うわと、今僕らが作ってる、まだ発売、うん、もうすぐされる。マジですか。今日はロンティーを。おー、ありがとうございます。ユニフォームをもしよかったら着ていただいて、はい、今日は、うん、溺れようかなと。うわー、よろしくお願いします。ありがとうございます。ロンティーだ。ちょっと脱いでもらって、じゃあ、はい、上な上ロンティー、そこまでロングじゃないロンティー、丈が足らない、丈が足らないそうなんですから、これ縛ってもらってどこ絞るのよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。うわ、嬉しい。じゃあ着替えを。はい、本当ですか。はい、じゃあ早速、はい、シルクさんにもちょっといろいろキャンプ設営をしていただきながら、はい、楽しんでいただけると。ありがとうございます。やっていきましょう。行くぞ。はい、数字がいいね。いいね。上手。うわ。これで。これだ。うん、上手だね。上手だね。裏筋がいいですね。裏筋やめてください。男って感じしていいな。よし、行きますよ。いいね。はい。これいい。上手。おお、上手。割れた。いやー、いいっすね。これだけも作っちゃえばもう、あとはもう飲むだけで。飲むだけで。いいなー。でもこれも楽しいですね。うん、はい、オッケー。完成でございます。おお。これが飲むか。本日飲むか。うわー、飲もう。やったー。じゃあ。祭り会場も、はい、ということで、うん、ちょっとお酒をやったー、やっちゃいましょうか。お願いします。やったー。本日お僕らが地元の反射炉っていうところで、はい、へー、反射炉。今そこにあのビール工場があるんですけど、はい、で僕らが作ってる、うん、はい、出たお酒マン IPA で。うわ、出ためっちゃ飲みたかった。これめちゃくちゃ美味しいんで、はい、美味しいよね。
これ本当飲みたかったっす。これめちゃくちゃ美味しいっすよ。うわやりましょう。ようやく飲める。ひー、今日見るだけなんですけど。え、なんで買って終わりっすか。おかしな話。あ、栓抜きが、栓抜き持ってる俺。あのとあるチャンネルで、うん、あの栓抜き紹介してて使ってるやつやったんですよ。そう、いたんだよ。面白いなと思って出た。ロードシルクです。ご存知ですか。はい、はい、僕のチャンネルです。はいはい。びっくりした。マジか。あ、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、はい、開けてもらって、はい、いいすかみっちゃんやってもらっていいですか。いただきます。おお。早い。難しい。赤入って、入って、いいね、それで行くぞ。はい、ちっちゃい。はい、40です。意外とね。あ、40。ギンギンありがとうございます。山本さん、お願いします。いいですか。はい、じゃあ、シルクロードさんが静岡、伊豆に来てくれたということで、はい、もう祭りですね、これは。祭りです。で、僕らいつもキャンプと乾杯をかけてキャンプワイトという言葉でやらせていただきます。それで一緒に、はい、行きましょう。はい、はい、じゃあ水へようこそ。キャンプワイ、キャンプワイ、キャンプワイ、やります。キャンプワイ、キャンプワイ、キャンプワイ。あー、うまー。あー、うめー、はい、帰ってきたただいまいやー、こっからうわみっちゃんの料理を作って食べていきましょう。美味しいお酒を飲んでいきましょう。はい、みっちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。数年の中で一番おもろい撮影です。本当に嬉しい。はい、どうぞ。じゃあちょっとシルクニティ、シルクニティ、シルクニティだったわ。俺あればいいの。はい、ここに置いてもらう。残りがいい。カチャッ、ありがとうございます。うわ見てたやつや。シルクさん、え、出たもう箱で分かった。よいしょ、こちら何かもうご存知ですか。もう分かってますよ。ですよね。よいしょー、来ました。やりましょう。だってで、これちょっとアベル見てください。え、てかそこみっちゃんだったんすね。これ見て、あ、みっちゃん、みっちゃんだ。みっちゃんなんですよ、みっちゃんラベルに。あれだっけ、3人のラベルがあって。いや、すごっ、みっちゃんラベルや。そうそうそう、すげえ。なんでこの顔選んだんですか。かわいい。雨音とね、雨音と沈黙が、うん、せっかくだ、シルクさんにもじゃあ最後に一発で注いでもらって、これ混ざったらもうダメですからね。壁に当てるイメージ。あ、上手上手上手だ。酒好きだけあるね。ありがとうございます。ちょっと温度をいただいてもいいでしょうか。はい。1年とちょっとの夢が叶いました。よろしくお願いします。はい、キャンパイ、キャンパイ、キャンパイ、ありがとうございます。よろしくお願いします。やっと来た、やっと来た。こっからみっちゃん全開だから。楽しみ、楽しみが多すぎる。帰ってきた。大門の食材気になるな。なんでしょうね。気になりますね。今日の食材ね、うん、じゃあ登場してもらえますか。登場してもらってお願いします。ガンガンいきましょう。お願いします。めちゃくちゃ美味しいですからね。いや、本当に楽しいです、うん、マジで楽しい。今日はこちらです。カツオだ。カツオ兄ちゃん、カツオ兄ちゃん、カツオ、磯のお魚は好きですか。めちゃくちゃ好きです。うわー、来た来た。これ今の時期のカツオが、はい、戻りガツオっていうカツオで、九州の方から北上して、うん、北海道を旅して、うん、
北海道観光してから戻ってきたやつ。これがまた脂が乗って美味しいですね。そっか、寒いところにいたから脂肪を蓄えて、いっぱい食べて今日シルクさんの元に来たと。そう、うわー、うん、戻ってきたなよく来たか、いいとこに戻ったな。いいとこ、今朝釣ってきたんだよな腕前半端ないよ。うわー、やば、なんかみっちゃんバカに詳しいっすね。職業なんすか。ユーチューバーだよ。シルクさんの前で言わせんな。シルクさんの前で言わせんな。ちなみに昨日用意してました。振られたら絶対言おうと。なんか喋りうまいっすね。そうなんですよ、結構慣れてて。職業なんすか。ユーチューバーだよ。本物だ、本物だ、本物だ、本物だよ、本物だから、本物だから。トップオブトップオブレジェンドだから。レジェンドだから。気持ちいい。よかった。これやめられないんですよ。これ気持ちいい。早速今日さばきをよろしくお願いします。こっちをわら焼きを。わら焼き、わら焼き、おい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 、これ引っこ抜いて。これわらなんすか。これわらなんすか。これわらなんすか。失礼します。はい、こちら薪になります。うわ、今回広葉樹なんで、はい、針葉樹と広葉樹があって、うん、広葉樹の方がこう蜜が、はい、濃いんで。なんだ、はい、うるさい。なんで結構ガッツリと安全にやっていきましょう、うんうん、はい、わかりました。そうですね、うん、この今日はねぐらさんっていうキャンプ場なんですけど、はいはい、この薪すごくいい薪なんで、へ、ね、燃えるよね、よく燃えるし、煙も全然出ない。しかもいい香りするんだ。全然違うんですよ。でちょっとヤマト君が最初に一発で、はい、はい、じゃあ、はい、こう足開いて、もし使った時にこう、あーで、まあ腰落として当てがって、で、この手はもう伸ばしっぱなしで、はい、いきますね。やってんな、おい。やってんな、おい。こういう演出。あー、そうですね、そうですね、ね、はいはい、うん、打ち合わせ通り、そうですね、打ち合わせ通り、打ち合わせ通り。今、ギモぐらいです。ギモぐらい、ギモチくらい。でも、ギモチで、これ全然立たないのもある。全然立たないのもある。うわ、ここ見れんのいいな。OK、 いきますよ。難しそう、お願いします。さっきの演出なんで。そうですよね、いきますよ。ちょっと待って、はい、緊張してるの。あー、あれ、さっきまでそんな感じしなかった。いきます。今あれでしょ。うわー、気持ちいい。力技、力技出た。こういうこともできます。おー、すごい。じゃあちょっとシルクさんにやってもらいます。わかりました。いや、運動神経抜群だから。あー、ありがとうございます。頑張ります。この辺はちょっと、あれ、立てるところから。はい、わかりました。よしよしよし。あ、立たせ上手。立たせ上手。で、足開いて、腰落として、シューシュー。はい、よしよし、よし。おお、うまい。お、え、逆。お、無事よいしょー。やったー。人間山田くんより上手。やったー。上手です。気持ちいい。よし、よし、よし。目の前からいなくなった。いやー、上手やったり ね、はい、めちゃくちゃやってる俺より全然上手。めっちゃ気持ちいい。くぜ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 、拍手いくぜ。お願いします。ヤマトの本気見さらせよ。おお、決めてくるやん。もう気持ちも出ない。超えた、超えた。自分がびっくりしてる。自分が一番びっくりしてる。一発で、あそこに残すと。これがね、これが肝だよね。これだ、これだ、これが肝だよね。うわ、気持ちいい。一番気持ちよかったじゃん、奥で。みーちゃん、こっちみんな呼ぶな。マトさん、やったー。ちょっと薪も
細かく割れたということで、はい、僕らいつもフェザースティックっていう、はい、木を削っていって、その鳥の羽のような感じを作っていくんですけど、こうナイフ握ってもらって、はい、こう当てがって、はい、こっから、うわ気持ちよ、でこうピストンするだけなんで、はいはいはい、わかりました、はい、こんな感じで角角角角角を見つけてこうやってこうやっていくと、おお、着火しやすくなってつけれるんで、ちょっとやってみましょうか。はい、はい、うおー、すげえセンスが。いやでもこれはこれはでも本当にやってみたかったっす。うん、そう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 、そんな力入れなくても、おお、でもあんなにスッとはいかないな。え、止まる止まる、力入れるとなんか入っていっちゃうんですよ。うん、ああ飛ばすね、飛ばし屋ですか。飛ばし屋いましたね。結局こうハンドル握りみたいに、はい、で根元の方でやると、そうですね、あ、そうそうそう、あ、上手、上手、上手、でもう覚えた。やっぱ早いんだよな。で角見つけて力、柔らかすぎるとあれなんだ。こうもうちょっと角度を落とし、あ、うん、そうですね、木に平行の方に。え、めっちゃむずいこれ。歯が入るか入らないかぐらいの角度を探してって、なで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 して、うん、そう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 。じゃあ僕ら飲んでんで、これやっててください。あ、早っ、いや、モードが早いですね、切り替わるの。無か。じゃあ、お疲れっす。はい、お疲れっす、おかしい。上手だ、上手上手。上手上手。あー。そう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 、なんか、優しく。うん。あ、行き過ぎた。あ、うまい。帰るか、いや帰る。ちょっと三島の見ていきますね。近くなんですか。近く、ね、後で行きますね。焚き火は久々ですか。これは久しぶりですね、本当に。うん、数年ぶりかな、多分4年とか5年ぶりぐらい。おお、はい、人数ちょうどいい。キャンパイで、キャンパイで。しゃあ。じゃあこちらを、うわ、着火していただきましょう。宴ですね。宴で、宴を始めさせていただこう。はい、ここに多分すぐ着くと思う。はい、行きます。入れちゃおう。あ、着いちゃった。うわー、着いた着いた。ここからガンガン燃えてくんで、うわー、ブースターも入ってるんで、香りがいいっすよね。あとはバーナーでボーって。おー。文明。文明ってすごいね。すごいね。じゃあちょっと火が少し大きくなる前に飲むか。嫌なんだけどね。嫌なんだけどな。ハクちゃんも入れてちょっと。そうだね。ちょっと飲もうか。一発いっとこうか。そっちの。ボルテージも上げていきます。そうですね、うん、肝臓のボルテージを。うわやべえ。これ火見ながらやばいな。それじゃあ飲むか。ましょう。嫌だけど肝臓のいやでも、いやだよ、ね、用意してもらって。いやいやだぞ。ピタッと食べて。ピタッ。いやー入っちゃった。あー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 ちょっと、うっちゃいのがよいかな。うん、じゃあ、今日という出会い、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キャバイキャバイキャバイ。パクモキャバイキャバイ。うまい、うまいな。タクトク、はい、大丈夫です。あ、じゃあ、やれるの。やります。タクトク、今日タクトク食えないけどいい。
本当ですか。空気まんまだった。中の空気まんまだった。ちゃんと残念がってるよ。食べれると思うよ。食べれるよ。食べれるよ。大丈夫だよ。で、料理人はすべての人に食を提供する。うわあ、寝れた。職業なんですか。ユーチューバーだよ。お願いします。お願いします。うわあ。写真この硬い鱗がある。このまま。気持ちいい気持ちいい。マジか。新しいビール出しちゃおうかな。そうだね。ビールのいいとこ見たい見たい見たい楽しい楽しい。トントントン。わかりました。デバボーテの重さをちょっと起きてて、ね、おやばい、うわー気持ちいい。じゃあ今日、飛びっきりのやつ、お願いします。え出た出た気持ちいい気持ちいいちょっとココナッツっぽいって噂の。そうなんですですよね。これはうまい。やりましょう。これは飲みたかった。じゃあ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 飲みましょう飲みましょう。はい、先生、はいはい、それでは、ゼリタさん。あ、ゼリタさんじゃないか。ママ全部出た。本名出ちゃった。本名出ちゃったね。みっちゃん、はい、本日、そしていつもありがとうございます。ありがとうございます。シェイクさん、本日、はるばる、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な出会いと最高のみっちゃんの料理に、乾杯キバーン。そうそう、ヘイジーで、うん、ジュースですよね。そうっすね、うん、うまっ、うまっ、何でもうまいね。 7.5% でちょっと気をつけてください。そうなんですよ。こういう味になるんだ。飲みやすいんですけど、うんうん、ヘイジーっていうのは濁り、うーん、濁りの IPA なんですね。このお酒も IPA とまたちょっと違うタイプ。そうですね、うん、全然違う、うん、甘く、フルーティーと、すごいまろやかな、うん、あの、これが一番重要な作業なんで、この火加減が一番重要なんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。強めなのかな、弱めなのかな。もう、本気でいっちゃって大丈夫。わかりました。いくぞー。はい、吹いて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 いいね、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 いいね。日本人出る。いいね、いいね、いいね。日本人出るよ。あ、いいよ。熱い！熱い！最高の焼き具合。さあ、火加減がいいから。火加減いいよ。うまいな。火加減がいいからこれ。はいはい。はい、オッケー。あらす。できたよ。やるよ。じゃあやろうか。できたよ。なんか語りすぎちゃう。そうですね。しっかりと、うん、ちゃんと作ってる。ああ、ありがとうございます。うわー、まだあるわ。5あるよ。5ある。ちょうど書くのも1、2、3、4、5、ね、あるよ。今日のメイン、今日ね、よかったね、よかったね。ね、今日のメイン。カポッと、あ、ちゃちゃちゃ、あ、危ない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 、これね。あ、ちゃちゃちゃ、あ、いや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 、あ、じゃ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 あ、またシルクさんお願いします。サワーがね、乾杯の温度長えなと動画で見た時に思ったので、乾杯！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 長いぞお前。
うん、あ、違う白じゃない、白はいい子だよ白はいい子だから大丈夫だよ全然酔っ払わないでね、今日。おまだ緊張してるし、どうしたまだ緊張してるタフだぞ、今日は、まあ、ちょっと代謝上げながらスカートしてよよよ、まあ、そうですね、まあ、みーちゃんまあ、リラックスしよう身長はどっちが高いんだっけ、身長は僕の方が低いです身長だけじゃないから、そうっすマウントの取り合いマウントの取り合い6センチってのはムカつくんだよなちなみにあのみっちゃん今日てか今おいくつで、俺は38です、はい、でシルクさんは、僕28です、どうかな太めの紅葉樹ください、はい、オーダーしますんで、カツオもないから、カツオもないんで、カツオそらかりちゃう、ちなみにあの YouTube のチャンネル登録者数はこれ、はい、5万人だよ、うわっす、いや5万人ですごいですよ、東京ドーム入らないですか、ああ、いやもうギリギリぐらい、はい、でもそのぐらいは埋めれますから、はいはい、ちなみにフィッシャーズさんは768すいません、カツオやってよろしくお願いします、よろしくお願いします、カツオやってうちらも椅子いらない、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 ここだなお酒飲もう飲みましょ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 う、じゃあこれからあのカツオのたたきの薬味を切らせてもろて、薬味は好きですか、めちゃくちゃ好きっす、うわ、それだけでいいって、それだけでいいかじゃん、それ言い出すとダメだ、終わりだこれ薬味しか主役がいなくなる薬味ロードさん、薬味ロードじゃねえ、薬味ロードつければ全部当たりじゃない、食べてる顔は見ていいんで、はい、食わせろ、食わせろ、食わせロード、食わせロードね、食わせロードな、ロードいればいい、石田さん何万人して今768万です。失礼した。すいません。失礼した。手動かして。あうわやば。すごい。サガミ。世界。マジ薄いっすね。すごい。薄いのに理由があって。はい、あの玉ねぎとカツオの身の口の中に入るバランスを考えると薄くしないといけないんですよ。なんか詳しいですね。ちょっと詳しい。なんで詳しいんですか。職業は何ですか。ユーチューバーだよ。こっちに。あら。いや、うわすごいわ。これなんですよ。ちょっとお酒飲みたくなりました。なりましたね。じゃあちょっと車の方行ってきていいですか。あ。ちょっと待ってますわ。え？何？ドゥ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 バカいますここにバカがいました、行きましょうか、行きましょう、それは行きましょう、これは行きましょう、大好き、行きましょう、めっちゃ好きっす、いや俺の方が好きですよ、俺の方が好き、いやいやいや俺も好きです、俺も好きです、いや俺好きっす、いやどうぞどうぞ、じゃあいいっすよそれでいいっすよありがとうございます、いや嬉しい、やりましょう、しかも格、はい、ありがとうございます、やりましょう、やりましょう、わあ、うわいいわ、楽しみだね、ハイボール、ハイボール結構飲まれますもんね、めちゃくちゃ飲みます、うん、角瓶がめちゃくちゃ飾ってあるって噂を、もう1日で角瓶が消えるですよね、はい、サイボーグだって言ったもんね、あの人は感動サイボーグ、どっかのサワーが、どっかのでかいやつがね、マジでどっかのでかいサワーがね、某サワー、某でかいサワーが、某でかいサワー、某でかいサワー、パシフィスタですか、PX シルクなんだよ、 PX シルク、 PX シルクなんだよ、うわうまそう、ちょっとこのシルクさん、はい、行かせていただきますね、はい、優しくね、優しく優しく、はい、はい、まあ自分たちのその情報容量もあるんで、はい、まあ自分が飲みたい分だけ、ああそうですね、うん、じゃあストップって言ってください、わかりました、いきますよ、はい、ストップ
やっちゃった。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 それでこう。いや、それでこう。これだ。これだ。これだ。みちゃんまだ調理あるから、包丁あるから、ごめんしょよ、うん。そうだね。そうだね。まあ、うちらもちょっと撮影あるから今月しとこうか、はい、そうですね、うんうんうん、ちょっと俺も撮影あるからさ、そうですね、うんうん、今月しとこうか、まだありますうんうん、うんうん、冷てえじゃん、おかしなことになってるおかしなことになってるおかしなことになってるじゃあ行きます。あら素敵、うわー綺麗、あらこれもほろ酔いってやつよね、俺ら。これほろ酔い。そうですよね。うん。全然全然。うん。あれ炭酸がないかもしれない。炭酸ないかもしれない、これ。足りるんだな。足りるんだな。元の液体の位置が違うから。足りるんだな。足りるんだこれ。足りちゃうんだこれ。まあ薄めながら、はい、自分のやっぱ一番美味しい。そうですね。一番美味しいので。ありますからね。行きましょう、僕の家で。あるんだな。ねいや、ちょっとこれじゃな、お酒マンの流されるわ、うん、ね、香りが後で入れちゃおうかな入れないけど足して入れない、優しいみんな優しいわ優しい世界、この撮影現場優しいよっしゃーじゃあうわー絶対美味しい、ありがとうございます、はい、よんちゃん外れないからいいよーシルクに行きまたいいっすか、はい、はい緊張する。俺10人で相手武器持ちでやったんですけど、まず勝って、今日は4人なんですけど、無事で生き残れるようにします。乾杯。本物。本物。まあ偽物っすよ。偽物。角美味しいわやっぱ。うまい。うん。うん、甘いね、甘い、めっちゃ美味しい、知ってます、え、僕ら何も食べてないあ、本当だ何も食べてないんだマジだ本当っすね、そうなんです、お腹減ってるよね来ましたよね、うん、さすがにすっぱらで、そういえばずっとやってんだ、ね、あ、そうだちょっとここから巻き上げていきましょう、はい、巻き上げ、はい、そこからね、じゃあみっちゃんよろしくお願いします、それでは、これ大場が一番真骨頂が見れると思うんで、真骨頂、はい、よろしくお願いします、ここで混ぜます、うーわここも混ざるんですね、こんな感じですね、やっぱあのまま入っているよりもこんだけ、うわすごいね、繊細に大場が入って緑になってんだよこれ、うん、細いから全体的に行き渡ってこれだから、香りと食感ですね、そうっす、このスープを飲んでもらいます、いただきますでも鹿だっただけでめっちゃいい匂い、ここだけでめちゃくちゃいい香りしますね、ここだけでお腹すく匂いしてる、本当に、あ、じゃあ今日これでいいですか、ダメですカツオ食べたいんで、ポン酢入れて煮ればいやカツオね、カツオがないとダメなんでポン酢主食じゃないですよというわけで仕込みが完了しました、完了しました、ありがとうございます、カツオ切ってみましょう、お願いします、やばい、ちょっと本当にお腹減ったから、うん、ちゃちゃっといきます、これはまず置いといて、へぇー、小細工してる小細工してる、うわぁ細工だな、1回2回2回3回、綺麗にやっぱ外周だけ火が入ってますね、うん、断面出る、そう2回入れてるのなの、それはあの厚切りなんで、はい、皮を食べやすくするために包丁目を入れてこう、口の中に入れた時の食感を考えて包丁目を入れるって感じですね、うん、もうすげえよマジで、みっちゃんのお仕事始まりました、いや始まりました、美しいんですよね、美しい、これおにぎり、何これ、よく見るとなんかニキじゃねえよ、黄色にキラキラしてるんですけど、そうですね、これ何でか知ってます、え、何ですか、さっきシルクさんが、はい、頑張って吹いてくれた、はいはい、あのいぶしがここに出てるわけですね、うーん、へー、いぶしと油が融合したらこの金色になってくるんです、皮の方が、へー、それが
美味しいんです。それが美味しいんですよ。金ですか。100万人だ。100万人のカツオだ。900万人これ。すいませんでした。すいませんでした。900万人。お疲れ様です。900万人。大先輩や。大先輩やんここに。900万。これは塩で食べていただくんですけども。うん、やばい。もう。塩を今日はね。何これ。出た西伊豆。伊豆、あ、伊豆だ。伊豆のヘラジ、これバチクソにうまいっすね。これマジでうまいっすよ。この塩がマジでうまい、うん、伊豆の塩、はい、これをちょっとかけさせていただいて、うん、このホームで食うのいいわ、うん、うまそう。そうこれなんか異常にうまいよねこの塩。異常にうまい。非常にうまい。ミネラルがもうとんでもないんで。ああ、うまみ調味料入ってんじゃねえかぐらいのうまみがあるんですよ。ミネラルで要は鳥類も寄ってくるんよ。鳥類。鳥も、うん、要は南米で言うとミネラルを食べるためだけに崖にインコが寄ってくるんですよ。そのぐらい実はそのミネラルってもうみんなからもう自然で欲されてるところであるっていう。なるほど。だ僕アマゾン行った時に壁にインコが80羽ぐらいいて、壁をインコが、壁をインコが食べてる。え、それ80羽数えたんですか。数えました。具体的にではないけどね。すごいっすね。え、うん、まだ完成じゃないんで最後はこちら。なにこれ。ニンニクの醤油漬けです。やばいわ。ちなみに今2段階になってます。2段階、2段階、はい、どこだ。あ、でも浮いてるの沈んでるの。浮いてるの沈んでるんですけど、うん、はい、白いところはこの間俺が二郎系やった時に作ったただ入れたやつ、うん、はいはいはい。今日これを食べるんじゃないんですよ。あ、いい音した、いい音した。今日食していただくのは、やばい、うん、今日食していただくのは、いやでも 2,3 日ぐらい漬けただけじゃないこれ。これね、うん、実際ね、今日食していただくのは奥の方はどうなの。どうなのどうなの。このおぉ、言うて 2,3 日でしょ、こんな。おっす、おっす、このこれですね。どう、この醤油漬け、今年の2月に漬けました。2月、今年の2月、今日の日のために漬けました。2月から見て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 、これもに、これもニンニクロードになる。今日ニンニクロードよ。それは了承する。マジで。そう、このね、醤油がこう中まで浸かるっていうのはやっぱり時間がかかるわけで、やばいわ匂い。染み込んでいくとその比重で重たくなって下に沈んでいくのか。そう塩分があるからね。塩分でなんだ。そう、なんか詳しいっすね。うん、職業は YouTuber だよ。YouTuber です。これ一番ニヤついてんのケンさんっすよ。ね、好きなの。実は一番楽しそう。一番大好きなんです。やばいっすね。やばいっす、うん、ちょっと食べてみます。うわ、やばい。これ断面がね、全部醤油なんです。本当だ。ここまで行くのは割と時間かかるんですよ。じゃあちょっと特別に味見させていただいて。ちなみにこの醤油漬け、明日に残らないで。いただきます。キスできるぞ。できるぞ。噛む前に味が出る。もう、いただきましたね。もう何ロードですか。これ醤油ロード。醤油ロード。ありがとうございます。すごい。噛む前にもう息吸うやん、うん。美味しいものを食べるときって心構えするのよ。ここで酔える。酒作りますか。作るか。なくなっちゃったしね、山田君飲んじゃった。見てー。いや、本当にすごいですね。これつまみになりますよね。そう、本当に。これだけ飲める。これだ。え？お、今
他が欲しい。他が欲しい。お預けは嫌だ。ハクちゃん、ハクちゃん。いや、ダメダメ。お前絶対食うなよ。これ食べるから俺は。あ、別で渡すんで大丈夫。安心してください。うん、俺安心してください。それに関してはそうした方がいい。これとこれが掛け合わさったらとんでもないなっちゃうんじゃないですか。多分今着てる服パーン飛んできますよ。ちょっと書かせてもらっていいですか。うちくせえやろ。口の匂いやろ。扁桃腺の匂い。くっさ。いや、いいわ。あ、ちょうどいい。ちょうどいい彼氏かな。いや、ちょうどいい彼氏かな。これがいい。すごいね。いや、お願いします。さすがに綺麗すぎるんで、長くは喋らない。乾杯。乾杯。乾杯。今日の出会い。うん。さすがに綺麗すぎるな。焼き芋出てきた。これは今ワンピースみたいな。ね、アラバスタみたいな。仲間と呼んでくれますか。シルクは最強。撃った。私は最強来たよ。うわ。うわ、沈んだ。ああ、すごい。死ぬんだ。すげえ。うわキャポー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 バカ今感動した。めぐら、このオーナーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも見てくださってる視聴者の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。しぐさん、ありがとうございます。いや、こちらこそ。みっちゃんも、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝でしかない。感謝で成り立ってるよね。感謝で。いや、本当に、うん、マジでありがとうございますなんですけど、食べた。あ、今締めじゃない。いや、締めじゃないです。なんか締まった感じあったんですけど。動画終わりじゃない。動画終わりじゃない。ま、食べてない。一つも食べてない。食べ行きましょう。行きましょう。行きましょう。いや、やば。じゃあこのニンニクを乗せさせて。うわ、はい、今、ゆめり道具。ゆめり道具ですよ。なば、これはうまいぞ。これはうまいぞ。いや、シルクさん食べれねえのか。シルクさん食べれるのかわいそうだな。なんで食べれない想定。絶対食べるっすよ俺。これで勝った人が来るから。そうそう、これがね、これ、食べるっすよ。絶対食べるっすよ。チャンネル特集いくつぐらいなの。うん、768も、食べてください。食べます。多めに食べます。好きなだけ食べてください。僕ら全然食べなくていいんだよ。僕らもう塩の置き方またおしゃれなんだよな。なんか多分わかる。うん、じゃあこれで食べていただきたいんだけど、ちょっと待ってもらっていいかな。何聞こえますね。柑橘をね、柑橘を薬味大将軍なんですよ。薬味ロードさんは薬味ロードっていう名がついてるか分かんないですけど、うまいです。柑橘を絞るところで、こっちいいかな。はいよ。ちょっとこうか。うわ、漏らさせていただいて、これがね、決め手になるんで。これはやばいぞ。しかも空腹は、空腹は最高の調味料だからね。最高の調味料。よし、シルクさん、どうですか。ドーハの壁が崩れましたね、今。その心は。蜜とかけます。どちらも乾杯。飲もう。飲みましょうか。飲もう飲もう。大変長らくお待たせしました。こちら、厚切りカツオのたたきでございます。やべえ。いやー、お腹減ったね。相当お腹減ってると思うんで。ねえ、そうね。いや、本当すごいよ。うん。肉厚。
味わってるから。味わってます。出たー出たー段違い段違 いでもこれ冗談だけどカツオがマジで上質だマジで。あと当たり、いや、うん、あとニンニクめっちゃ美味しいですいっていいですか。めっちゃ美味しいっす。ちょっとね、あの塩強めにいってもいいぐらい。あ、そんなだ、うん、そんなマジでうまい。いただきます。うまい。このカツオ肉厚でちょうどいい。厚切りがうまい。厚切りがマジで美味しい。これうまいですよね。本当に。え、こんなに厚くていいのっていうぐらいがうまい。ありがとうございます。いただきます。そう簡単にはね。長い。長い。そう簡単にいかないよね、うん、慣れてるからね、うん、いい感じで食べてるからね。一番引っ張るなぁ。まったかやったわ引っ張るなぁ。いや、本当にうまいっす。結構回数食べてるんで。そう、あー、そうね。そう、もう多少の慣れはあります。そう、しかも今年2回目なんで。あー、だだだ、去年もやってるし、うん。早い早い早い慣れゼロキャパーン。慣れない慣れない。うん、いや今回のカツオ当たりだね。うん、まい。めちゃくちゃうまい。これめっちゃ美味しい。それでは次の2品目、油の多い腹側を、うん、ちょっとあの薬味大好き芸人シルさんのために。そうですね、ミロさん。いや、ヤクミロさん、またの名をね。またの名を、はい。今回はちょっとあのこれは、うわ、綺麗だね。ちょっと薄めに切らしてもらおうです。あー、身の色がいいのよ。この盛り付けも美しいんですよね。ちょうど一周になるように考えてるんですか。そう、今回は一あの敷き詰めるから真ん中も行くから。おお、ここからここから真ん中行けんの。いや、もう一本あるからね。じゃあ歌いよう。なあ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 世代なあなあなあ。やっば、で豪快に乗せてきた。うわふわふわ、これはさすが薬味好きな人。いや、はぁ、ありがとうございます。お酒飲みたい人。はぁ、持ってて。はい、おいい。お、やべ、チルクがちょっとボルテージ上げてきた、うん、ボルテージ上げてきたね。持ってきたー、持ってきたー。全然変わんないですね。そしてごまを、うわ、いりごまが一番うまい。この時のいりごまうまい。いりごまだけでいって、いりごまだけでいって、いりごますって吸わして、いっちゃいっちゃい、鼻から吸わして。これで、これで今日いい。さらに、さらに、僕ネギめっちゃ好きっす。いや、そうだろ、違いますね。僕ネギめっちゃ好きっす。違いますね。このネギを乗せるわけですよ。あと薬味に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 薬味してる、うん、そして、うん、そしてすだちを、すだちを絞るわけですよ。あ、たた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 、みっちゃん、うん、これ違うな。みっちゃんはエッチなんだ。それ2品目ですからね。え、そうだろ、そうだろ、最後。そう、やめろやめろやめろ。え、マジで。手を散らします。やめろ、やばい、割りすぎてるわ。薬味爆弾で、もう上積みだけでもうまいよ。もう行くどこまで行ってる。ね、薬味好き言うから。これカツオなくても飲める。うん、じゃあいらないですか。いる。絶対にいる。キャンパイ。キャンパイ。俺の酒ねえんだよな。最後はこちら。ポン酢で。うわ。
ポン酢いかせていただきます。ここから朝日ポン酢さん、これがね美味しいんですよ。このポン酢が美味しかったよね。うまい。この朝日ポン酢マジで美味しい。どこのポン酢でしたっけ。ん、宮崎どうだっけ。たっぷりかけてるからポン酢をね。うわー、おーセーフ。いやどうすかキャンプは。いやだいぶやばいっすね。うん、目で楽しいっす。もうよかったです。よっしゃ、うわよいしょ。添えるだけね。添えるだけで。よいしょ。普通に作ってるけどまあまあ薄いんだよな。薄いっすね。でも勝負するじゃん。そんな少ない。今日は夜長いよ。任せてください。大丈夫。全然全然。さあ、お待たせしました。薬味肉。いや、やっば。薬味肉食べていいの。これまた違った表情があるんですね。うん、同じカツオでも違うんですよ。またちょっとこれ結果もしよう。あ、そうね、そうですね。出来上がったことへの感謝を込めて。ありがとうございます。キャンパイ、そうですね、清めます。清めてから。ちょっと手に持っていただいてもいいですか。はい、僕、行かせていただきます。はい、お願いします。みっちゃんが14年間銀座赤坂で収容したこの仕事、これを見てるだけでもすごい素敵でした。それを今日は僕らおもてなしを、最上級のおもてなしをしたくて、シルクさんにみっちゃんに作ってもらいました。ぜひ食べてください。食べてください。その前に、はい、キャンプキャンプキャンプ。いやーなー、ちゃんと吸うねー。吸いますよ。ちゃんと吸ってますよ。ちゃんと吸うね。見てますね。見てますよ。じゃあ食べてください。ちょっと待ってください。マジっすか。あとですよ、一番美味しい食べ方を、もう先生にこの全ての薬味をカツオにまとって口の中に入れて、もうそしたら口の中がパラダイスになるんで。あーさすがにそんな、そんないただいたまま。パラダイスって相当だよ。ここっすよ。うーわー、2枚いっちゃいますね。いっちゃってください。いっちゃってください。もっと薬味取った方がいいんじゃない。もっと薬味取った方がいいんじゃない。ここいきます。薬味いっぱいいっちゃって。あいやー、定位置定位置。いただきます。いやマジで、うまそうに食うんだこれが。いい顔してんだよね。いい顔してんだよ。あの作り手としては一番嬉しい顔してくれてんだよね。いったなこれ。物語って一日で完結するんですよ。すごいっすね。すげえ。一巻で終わるんだなって。すげえ。すげえな、引き出しが。綺麗に一巻で終わったっすね。しかもちゃんと1ストーリーで終わるっていう。長くないの。伸ばさない。誰にも伸ばされないで終わる。起承転結がもうあったんだ。そうですね、起承転結が物語の15分で全部ある。いや、マジでうまいっす。びっくりした。ありがとうございます。シルクさん、キャンプですよ。これがこれかこれや、これかこれや、これや。あの、聞いてたけどこれなんだな。これがキャンプか。みんなでじゃあ美味しくいただきましょうか。はい、いただきましょう。やばいわ。みっちゃんありがとう。どんどん。いや、みっちゃん、どうぞ。はくちゃんもどうぞ。すごい。なんかこう
口に運んだ時がの気持ちよさが違うんですよね。うわ嬉しい。段違いに愛、愛、それが愛、それを愛で。しかも怖いのがカツオだけでも気持ちいいはずなのに、ちゃんとそこに高級なシーツが敷かれてるっていう。そこが違うんですよ。うまっ。そう、敷布団だけじゃないっていう。それだけのノイズなんだよな。え、職業なんですか？YouTuber だよ。なんでそれ、乾杯だよこれ。お前これ乾杯だよ、これ乾杯だよ、ガチで。いやいや、全然全然これ、こっちゃありがとうございます。ちょっとみんなでいただきましょうか。じゃすごいとしか言いようがないわ。いや、作り手としてはその表情が見れるだけで大満足なんですよね。僕切り身一つで感動したの初めてです。本当ですか？うわ嬉しい。本当にそれ嬉しいね。食べましょう、食べましょう。いただきます。食べてもろて。はい、いただきます。いいですか？本当一番すごいなと思ったのは、切り身の一つで感動することは万が一つにしてあるとする、うん、あっても薬味にあって感動するって、このシチュエーションにあったっていうのがすごい。でそこが一番僕が動画で見てたのが今リアルになったなって。嬉しいね。嬉しいね。めちゃくちゃうまい。自分で言うのあれ。まじ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 。自分で言うのもあれだけどめちゃくちゃうまいんだよ。ごまも香って。ごまね。うん。ごまいいっしょ。ごまです。どうぞ。ごまめっちゃおいしいです。いやこれはファーストのごましかも途中でごまがパッてくるじゃないですか。うん、バーンって段階踏みました。さすがに一口で段階踏みました。いやもうちょっとちょっと怖いわ。一杯目一杯じゃない、まだこれまだやっと飲める。びっくりするほどに一回も飲んでない。うん、美味しいね。 うわ、いやなんか本当に最後に美味しいごまが来るんだよな。ね、そうそうそう、すべて。はい、苦しいな。苦しいな。ありがとう、ありがとう。苦しいな。ありがとう。行かせていただきます。何？え？え？おかしな動きしてる。握っちゃうんだ。これまずい。だってシルクさん来てたら寿司握らないと。握っちゃうんだ。もみ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 。ここあのシャリに空気を入れて。難しいっていうもんね。どうやると空気が入ってくるもんなんですか？あのね、シャリにちょっとこう穴を開けて空気を入れてくる。今の右手で。そう。今入れてたんですか？いやもうできてるし。できてるんですよ。こんな感じなんですよ。もうできてんだ。こんな感じなんですよ。穴開けてたんですよ今。そうなんですよ。これでちょっとじゃあどんどん握っていこうかな。うわ。握ってるの見てるだけで、うわ、すごい、飲めちゃいますね。お、パンパンした。パンパンしたわ。パンパンすることで全部だわ。パンパン。余計な水気を飛ばすっていう。はあ、意味がある。意味があるんです。江戸前の寿司とか行きます？めっちゃ行きますよ。うん。寿司めっちゃ好きなんですよ僕。よかったじゃん今日。そうなんですよ。相当行きますよ一人で。寿司やってよかったよ。はい。シルク君って言っていいですか？はい、全然全然。何でもいいです。好きになりました。大好き。うん。ちょっと人柄も含め、人柄がめちゃくちゃいいんだよね。素敵。本当に一番適当な YouTuber っす。僕が。いやいや、それがまたマジで適当なんで。ずっと素敵なんだよな。本当に適当なんで。でも今日はオフのシルクくんだもんね。オフっすよ。うん、オフシル？オフシルっすよ。オフシル？オフクロードなんですよ。オフクロード。はい。オフクロード。今オフクロードなんですよ。うまいんだよな。あの醤油をつけるんじゃなくて塗るバージョンで。江戸目だね。すげえ。で、うん、終わらない。もうやりすぎじゃない？そう。そうなんだよ。大丈夫？ここなんだよね。これで完成なんですよ。あ、誰だかわかんねえな。誰だかわかんねえぞ。この人はなんだよ職業。職業なんですか？ユーチューバーだよ。いやいやでもユーチューバーって言ってもね、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるね。でね、5人のユーチューバーもいれば、
1000人の YouTuber もいれば、うん、100万人以上の YouTuber もいれば、うん、チャンネル登録数いくつだよ。いくつだよ。768。すみません。すみませんでした。食べてください。食べてください。あの渾身で握ったんで、ぜひ。それでは手を合わせてください。いただきます。いただきます。いただきます。鈴木さんか。いただきます。噛む前に味あるってあるんだ。シャリシャリが僕の実家が嫁の実家が寿司屋やって、うん、その寿司屋のシャリ図なんだ。数これがうまいんだ。そうこれ美味しいよ。寿司屋さんのシャリ図だからね。一コメ一コメちゃんとね食感があるのに歯で噛むと全部避けていくように。ちゃんとこう崩れるんだよね。空気が入ってる。表面がうまいね。パシ食べよう。パシ。いただきます。いただきます。え、なんでこんなに崩れるの早いの？シャリがうまいんだよな。うん。めっちゃ美味しい。うん。うまいね。なんかうまいね。一個一個はちゃんと形作ってるはずなのに間を通ってくる。これ何なんですかこれ。これは愛なんです。料理は愛なんです。真心ね。だってうわこんなに美味しいもん食べたら美味しいお酒が飲みたくなっちゃうんだよな。あるんです。あるんです。あるんですか。その前に手記が。あ、なんか背中いてててててていてて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 。あれ？ちょっと一個言わせてもらうのが、舐めないでほしいのが、ヘビーリスナーは箱でわかるっす。ありがとうございます。あ、そうなんだ。開けていただいて置けなくなるのかな。うん、正解。正解。やばい。ありがとうございます。飲み終わるまで置けないやつです。そう、うわ、やば。じゃあちょっと、いや、嬉しい。やりましょう。日本酒もうすぐ、マジで嬉しい。うわぁ、じゃあもう大炎上。行きましょう。うわ、やばっ。どうぞ、どうぞ。うわ、やべぇ。あ、りーちゃん、ありがとうございます。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 あ、だから、アデュー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 。うめ。シルク君でも呼んでるけど。あ、全然いいですよ。もうシルクでもシルクでも、うん、なんでもいいっす。僕は割とその、はい、そもそもあんまりちょっと申し訳ないです、はい、YouTube あんま見ないから、はい、あ、僕も見ないです。いないんだ。実はなんですけどね。僕見ないです、うん、すごいのはもちろん毎回も僕もしてたけど、うん、どんな人なんだろうっていうのが、うんうん、あんまり僕は知ってなかったんですけど、はいはい、そのコラボさせていただけるってなってから見させていただいた部分が結構多いとこもあって、芯が通ってくなったらもう動画内でも分かるなって思って今日は初めてお会いして、うん、変わらねえ。変わらねえ。人柄がいい。人柄がいい。でも最高なんだよな。最高なんだよな。日本でずっと最高でいる人間って多分自分の好きなことやり続けられる人間なんですよ。だったんで、うん、もうその地位には盗釣りはいるっす。すでに。めちゃくちゃ楽しかったね。ね、楽しかった。夢叶いました、僕も。いやいやいや、めちゃ楽しかった。最高です。その現場にいるっていうのは夢だったんで。最後。夢を見てる人たちがたくさんいると思うんですけど、はい、この将来に対して、はい、その秘訣だったりとか夢を叶えるコツみたいのがあったらね、僕らも学びたいんで、ぜひ。ああ、多分この日本で一番説得力あるんですよ。バカにされるんですよ、夢って。うん、絶対無理だ、そう、お前ができるわけない。100個あったんですよ、うん、100個の夢全部叶えてるんですよ。すごい。だからみんなが言う、うん、無理だ、できないなっていうのは凡人だと思って考えながらやった方がいい、うん、
自分が絶対に叶えられるっていう目は、うん、そこだけは曲げずに絶対やった方がいいなと思うんで、うんうん、好きなことをこれは好きなのかなって思わない方がいいです、うんうんうん、はい、チューリップが好きだったら好きでいいんですよ、うんうん、その好きだっていう思いをまっすぐ変えずにやった人間が最後に勝ち残るんで、好きは世界を救うんです。あそうっす、僕もずっと考え続けて、うん、絶対に無理だってみんなに言われて、うん、この編集じゃお前なら勝てないよ、うん、YouTuber なんか絶対無理だよって言われたけど、俺はこれで絶対にうまくいくって言ったのが、うん、今レジェンドって言われてるんですか。なので、うん、自分で信じたものは疑わないこと、うん、それが成功の秘訣だと思います、はい、信じて進むことってそうです。まっすぐ自分で歩んだ道だけは曲げない、うん、ナルト見て、うん、めちゃくちゃ大好き僕はもう高校の時も中学校の時も、うん、お前は間違ってるって言われたんですよ、うん、でもお前が間違ってるって言われる人間は成功を手にしてない時なんですよ、うん、それで成功も間違いもない時なんですよ、まだ審査なんですよ、うんうん、審査の時にお前は間違ってるって言われたんですよ、うん、じゃあ俺は答えが合ってるかどうかの立ち位置まで行くまでにちょっと時間欲しいって言った時に、うん、合ってるって答えが数年後に出るんですよ、うんうん、その時にあの人は何も言えなくなるんですよ、うん、なんで自分の信じたことは絶対に突き進もうってのを決めた時はそれだったんですよ、うん、なるほど、なので、うん、絶対に自分が合ってるって思ったことは、うん、曲げない方がいいっていうのは今でも言える言葉です。心に響く、響くなぁ、曲げない方がいいです。甘酸っぱいなぁ何甘酸っぱいですね、甘酸っぱい。ここから日本盛り上げていきましょう。ありがとうございます。キャンパイキャンパイキャンパイ、お願いします。あーブジャープの方ね、ありがとうございます。美味しかったね、最高最高、うん、最高。